どうもこんにちは、岩井です。今日はですね、フラットヘッドからオンブレネルシャツが入荷したお知らせと、私がこのシャツの38、40、42を着用しサイズレビューした後に1パターンコーディネートをお届けしたいと思いますので、お時間ありましたらぜひご覧ください。では行ってみましょう。はい、今回紹介するこのネルシャツはですね、まあ、スタイリッシュなアメリカンカジュアルを提案するフラットヘッドらしい、まあ、綺麗なねシルエットのシャツだと改めてね再確認させてもらいました。まあ、後で全サイズのシルエットをねご覧いただく予定なんですけども、まあ、こういったシルエット感が、まあ、お好きな方は多いのではないでしょうか。まあ恐れずに言うならば、あの人間がですね洋服に体型を合わせていくといった印象をですね私は受けますね、これはですね社長セレクトでして、まあ、直感でセレクトしたっていう風に言っていたんですが、まあ、入荷してね私はね試着させてもらったんですけども、感じたのはねやはりね綺麗なシルエットだなというところに、私はですね着地しました。この話だけするとあのシルエットだけなのっていう風にね、まあ、思われちゃうんですけども、まあ、もちろんそうではなくて、まあ、メーカーの方にねセールスポイントなどを聞いたんですけど、まあ、まだまだですね、未熟な私からの話になってしまうんですが、このシャツはですねヴィンテージのシャツの配色をベースに、まあ、フラットヘッドがオリジナルで制作した生地になります。まあ、アメカジブランドさんがねこぞって使用している旧式のシャトル織機で生地を織り上げているので、まあ、高水準と言っていいね生地の雰囲気と、まあ、ヘビーレネルシャツなのでこのね起毛感がね着ていてね着心地やっぱいいんですよ。このふわっとした感じのが着心地が良くて、シャツジャケットのようにね、使ってもらえるかなというふうに、思います。その他、まあ、こだわりポイントはね数ポイントあるんですけども、僕がね話したいのは、まあ、襟裏袖裏前立ての裏にですね、まあ、ヘリンボン生地で補強を入れている点になります。まあ、ここがねちょっと僕はお話ししたいなというふうに思うんですけども、まあ、つまりはシルエットも綺麗だし雰囲気もあるし強度もあるよっていう話なんですよ。あのメーカーの方にね確認したら、あのヴィンテージのシャツを元に、まあ、制作しているらしいんですけども、だいたいそのヴィンテージのシャツって襟裏とか袖裏にやっぱり結構なダメージがあることが多いらしいんですよ。なので、まあ、それをね見たフラットヘッドさんは、まあ、よりね長く愛用してもらおうという考え狙いから、このバット染料っていう染料を使って、ヘリンボン生地を染色し、まあ、退色しにくいね生地を使っているらしいです。またね袖をまくった際にこのヘリンボンの生地が、まあ、寝る生地とは異なる黒い生地がね覗くっていうことなので、まあ、デザインのアクセントとしても、まあ、一役買ってますよということだそうです。はい、とまあねあのいろいろとねお伝えしたんですけども、まあ、私がねやっぱお伝えできるのは何よりねシルエットが綺麗ですよっていうことかなと思います。本当にね綺麗というか身幅がやっぱね綺麗だなというふうに思うんで、ちょっとサイズ感見てほしいなと思います。ですのでサイズ感行った後にコーディネートにも行ってみたいと思います。どうぞ。はい、まず38を着てみました。こんな感じです。はい、私の体のスペックと、アイテムの寸法はこっちに載せておきます。はい、で38着ての着用レビューいきます。ですね、まず袖丈からいこうかな。ジャストだと思います。めちゃめちゃジャストで、こう伸ばすと、まあ、手のひらにもかからないぐらいの長さになってます。まあ、なので若干こういうふうに下ろすと、まあ、手のひらにかかるような長さなんですけど、まあ、これがねやっぱジャストサイズではないかなというふうに思います。で私肩がね少し張っている体型なので、若干肩はね出ちゃっていますなんですけど、袖に関してはすごいジャストの丈感になっていると思います。
であとね身幅、身幅もねそんなにねゆとりないかな、このぐらい。今私 T シャツ1枚下に着てるんですけど、そんなに、スペースないんで、まあ、感覚的にはかなりねフィットしているなっていう感じが、あります。ということなので、すごいね綺麗なシルエット、細身なシルエットがね出ているのではないかなというふうに私は感じます。でそれに対して丈は、まあ、細い分ね長く見えるっていうかね、なんでしょう視覚錯覚じゃないかもしれないんですけど、細いから着丈がね長く見えるっていう感じですかね。すごいね綺麗な形が出ているなっていうふうに、私は感じます。それと着心地なんですけど、これ裏が起毛されているんですけど、かなり着心地いいですね。ふわふわしているというか着心地がいい、シャツだと思います。まあ、ですので、まあ、私のような体型の人がジャストで着るなら38が、ベストだと思います。すごいいいシルエット感、サイズ感だと、私は思います。はい、そんな感じで続いて40いきます。はい、続いて40です。こんな感じです。はい、40はですね、まず袖丈こんな感じです。伸ばしても若干やっぱ手のひらにかかってくるぐらいの長さになっています。で、ですね、まあボタン止めているんで、そこまでねこうズドンって落ちてくることはないです。止まってるのでちょっとこうたるみが出てきてるかなっていう感じですかね。であと肩はね、正直私の体型では40の方がちょうどいい感じがします。はい、肩だけで合わせるとしたら40がいいかなっていう感じで、身幅は、まあ、38の時に比べるとやっぱりねゆとりは出てきています。なんだろうね、40だとこんな感じですよっていうのがまあ伝わってもらえればなっていうふうに思うんですけど、感覚としてはそんな悪い大きさじゃないっていうか、程よくゆったり着たい方であれば40をチョイスしてもいいのではないかなっていうふうに思います。まあ、ちょっと大きいなっていう感じはするんですけど、なんかパンツの太さによってはバランスも良くなるんじゃないかなっていうふうに思います。まあなので、まあジャスト目で着たければ38、ちょっとゆったり着たいのであれば40ぐらいをチョイスするのがいいと思います。元々の作りが多分細身な作りだと思うんで、40でもね結構綺麗なシルエット感出ていると思います。はい、そんな感じですかね。続いてじゃあ42いきます。はい、42着てみました。こんな感じです。はい、42はですねやっぱ大きいです袖丈もこのぐらいの長さですし、今ボタンを止めている状態なんですけど、こっから振るとスッと落ちちゃいます。38、40の時は、まあ、止まったんですけど、42だとさすがに落ちちゃいますね。なので私の体にはやっぱ大きいと思いますね。身幅もご覧いただいても分かるんですけど、かなりゆとりありますし、38の時に比べるとねかなりダボ感は出てきてるんで、まあ、さすがにねちょっとこれだと綺麗なシルエット出てないんじゃないかなっていうふうに思うんで、まあ、私よりね体型が大きい方であれば、まあ、42をねチョイスするのがいいと思います。かなり大きいですね。まあ、丈も長いですし、やっぱフラットヘッドをねこの42とかでサイズを選ぶ方っていうのは私の体型ではまあいないんじゃないかなっていうふうに思います。もしかしたらねいらっしゃるかもしれないんですけど、まあ、そういう方にはねこんな感じですよっていうのが伝わればいいんですけども、まあ私の体型だったら38、40がねやっぱいいんじゃないかなというふうに思います。はい、そんな感じで続いて3サイズまとめた動画を流します。どうぞ。
はい、サイズ感とコーディネートをご覧いただきありがとうございます。特にねサイズ感が参考になればなと思います。またフラットヘッドをご存知ない方もぜひねこの動画で知ってもらえたらなというふうに思っております。はい、本日は以上になります。最後までご視聴いただきありがとうございました。ではまた次の動画でお会いしましょう。